got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. こうなんですよね。毎回トイレに座るたびにこの観葉植物たちがね、なんかすごい水中の海藻に見えちゃいまして、ここにこの時期になると素潜り、魚つきで魚をつくイメージばっかり想像して過ごしているので、ちょっとここにね、イメージ通りに私が何回も突き逃しているクエがいたらどうなるのかなっていうのをちょっと自作してみます。この辺の草を実際に活用していって、簡単に、フィギュアという形でクエを作ってみようかなと思います。で、突き逃したクエに近いものをこうやってネットで検索して、フィギュアの練習も兼ねてこのクエを作ってみて、この中に住まわせてみようかなと思います。それでは早速作っていきます。ここからは映像のみでお楽しみください。
Drive a faster car. Why do I make things complicated? はい、着色後の杭を土台の瓶に住まわせて完成です。素潜りするときにね、この水中で杭に出くわしたときに感じる何とも言えない貫禄を多少はね表現できているのかなと思います。私の第3の趣味である魚つきはあまり気軽にできるものではないんですよね。で、まあそういった時にこのフィギュアを作って妄想するという DIY とフィギュア作りと魚つきという新たな楽しみ方を見つけたのかなというところで締めに入ります。とね、一回完成報告で締めたんですけれども、実はこの後レジンで固める作業も行ってました。なぜ後ろに持ってきたかと言いますと、まあそうなんですよね、失敗したんですよね。残念なことにこのようにララクラッシュの空き箱にレジンを入れて、まあ、初めて使うレジン液の具合をチェックしてからちゃんと臨んだんですけど、まあお試しということでライトの安いやつを買って、まあ、ちょっとね残念ながらこのクエを固める本番の方では見事に失敗してしまいました。でまあ、今回使用したレジン液はこのように UV ライトで硬化させるタイプを使ったんですけど、これがまず良くなかったですね。
後から調べて知ったんですけれども、今回のように瓶を丸ごと固めるような場合は UV での効果でやるんじゃなくて2液を混合して使うパターンですねの方が良かったみたいです。あとはこの着色液の入れすぎというのも失敗ポイントの一つでした。中のクエをしっかり見せるためにはもうここはほぼ透明状態で調整すべきでしたというところかなと思います。はい、これがこのクエの最後の見納めになります。こういうクリアに見える状態でってことですね。この後流し込んでいくんで、はい、流し込んでます。このレジンがね、着色液が強すぎてこの後何層にも重ねていくとクエが見えなくなっていっちゃいます。ここまではね、なかなかいい感じに見えてたんですけれども、この後ですよね、UV 効果がまずはなかなか固まりきらず試行錯誤して泡もたくさん入ってました。で、層を重ねるごとに気泡とこの着色の色でクエが見えなくなっていっちゃいます。でもせっかくなので最後にクエと漢字で名を書いて完成としました。最後のレジン作業はうまくいきませんでしたけれども、次につながるいい勉強になったのかなと思います。はい、こんな感じでお魚フィギュア DIY 1回目はこんな感じでしたね。それ以外にもパソコンだったり DIY だったりウサギのこととか、ツイッターでつぶやいたり、過去の YouTube 動画でもね、そういう3ジャンルいろいろ動画上げてますので、ぜひ皆さん見ていただいて何かしらの参考にしていただけると嬉しいです。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。賃貸脇山でした。また動画でお会いしましょう。失礼いたします。